がするよ。私たち結成してからずっといろんなことがたくさん起きて、ステージを成功させることに気持ちが行きがちだったから、いろんな経験を経て自分たちの結束は固くなりました。それをもっともっと強いものにしていきましょう。はい、まずは今日の練習の帰りに寄り道でもどうですか？お、いいね。どこに行こっか。お前はパスパレのメンバーじゃねえだろ。あ、お疲れ様。プレイベントの準備進んでる？バンドのみんなもかすみちゃんの提案で合同練習を始めたみたいだね。確か今日はロゼリアとアフターグローが合同練をするって言ってたかな。あの2バンド顔合わせの日にすでに衝突しそうになってたし、大丈夫かな。だから実力主義も大概にしろって言ってるんですけど。私はあなたたちの演奏を否定したいわけじゃないと言っているでしょ。何度言えば。まだ始まって10分も経ってないんですけど。もうラウンド3くらいまで行ってますね、あの喧嘩。どうしよう、止めないと。二人ともちょっと落ち着けって。今日は合同練習なんだから。こちらは落ち着いているわよ。あなたのところのボーカルの方こそもっと冷静に話を聞いてくれたらこんなことには。うちのランが悪いってことですか？あっちゃー、ともちん煽られると弱いからな。うちの音が一番です。誰が何と言おうと、技術だけにとらわれてるようじゃロックなんて。高い技術を持たないから技術を嫌っているようにしか聞こえないわよ。はい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 、そこまで。ユキナもランも一旦落ち着いて。サヨンもトモエもだよ。すいません。確かに私たちとアフターグローは方向性が全然違う。でもさ、それをいつまでもいがみ合っててもしょうがないじゃん。でも元はといえば。はい、そういうのもなし。どっちが言い出したとか言いっこなしにしないと。そもそもさ、私たちまだみんなに演奏聞かせたことなかったよね。つまり自己紹介すらまだってこと。確かにそれはそうね。私たちの音楽を聴いてもらうのが一番早いわね。先生、音は何よりも確かだからな。一曲頼みますよ。